さあ、原さん。はい。なんか、2日ぐらい前まで海外でした？ 2 日じゃねえよ、昨日までだよ。スペイン行ってましたよ。で、その後、モンナカ行って。モンナカ行ってとか、もうなんかもう帰ってきた飛行機でそのまま仕事できる時間帯っていうのはもう最悪ですね、もうなんかね。全然休めてないです、ちなみにもう。で、今日ここで。あなたが呼ぶからね。家族とのディナーも全然できずにね。でもその分は楽しんでもらえるためのゲスト呼んどきましたから。はい。え、そのゲストがこの方です。楽しめない、はい、仕事じゃんか。今日もさっきまで一緒にいました。仕事でさっき別の収録してたっていう。確かにあなたが呼ぶから。はい。テケプロジェクトのね、はい、中津です。中津さん来てくれました。はい、こんばんは。はい、本日のゲストはこの方です。Azucenaです。はい、今日せっかくね、お越しいただいたんで、Azucenaさん、今日は何飲まれますか？もちろんコーヒーで。ですよね。テキーラじゃない。乾杯。はい、乾杯。うん、Azucenaのね、ロゴがね、こっち側しかないからね。このコーヒー、ちゃんとペルーのやつなんですよね。そう。すごい。そう、前回、大使館の方がね、持ってきて。おー、美味しい。美味しい。美味しいです。さあ、そんなことでですね、はい、うん、いつもは長崎から来たコスプレイヤーのShionさんって呼んでるんですけど、今日はもう原さんも中津さんも、はい、Azucenaと呼んでくださいよ。Azucenaさんですから、今日はAzucena来店会ですから、珍しい日本語が喋れるね。日本語しか喋れない。日本語が喋れる。アズセナの正式名称全部言えますか？無理です無理です。わあ、あれもう無理無理。ちょっと頑張ってみてください。無理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 。アズセナ？もう無理です。もう一個ぐらい。ミラ？だから覚える気がなくなったんですよ。いや、頑張ってくださいよ。ちょっと無理です。アズセナ、ミラグロス、オルティス、カスティーリョです。うん、もう覚えました。はい、言ってみてください。どうぞ。ミラコス・カスティーヨ。惜しいですね。ミラコス・ミラグロスです。なんですよ。で、一個一個ちゃんと意味も調べてつけてるんですよ。はいはい、なるほど。アズセナの意味がちゃんとありますか？あるね。白百合。うん。ミラグロスは奇跡っていう意味です。オルティスは強い。おいおい。カスティーヨは城、お城です。あ、ちゃんと意味があるんですよ。これも今回自分で作ってる。そうなんです、そうなんです。それでしょ。ありがとうございます。全然大変だ。まだ俺初めてだもん。一人も今海外転々と回ってるけど見たことないですね。一人もアズセナのコスプレはいない。難易度高いですね。難易度高いからみんな、うん、新しいリリーはもうさすがに出始めて、うん、そうですね。何人かあったけど、リリーとかジュンとか見ます、ね、はあった、うん、でアスカもたまに見ます。アスカはコスプレというかなんか日本で買ってきた服をそのまま着てる。なんかコスプレを作ったんじゃなくて市販の服でできるらしい。あれはどうやら。なるほど。いや、でもアズセナ本当見たことない。アズセナはこれ無理だもんね。だってもうちょっとね、しかもですね、そんなに当然ですけど、そんなにキャラの資料なんか持ってないわけですよ。そうですね。だからもうトレーラーを必死で見て、コマ送りで。あ、だからうちから資料送ってないのこれ。いや、送ってない。聞いてないんで、送ってないです。作りの時は送ってないんです、本当に。送ればいいんじゃないですか。確かに、送ればいいの。で、頑張って作ってくれたんで、そこはまあ平等ですよね。まあ、そういう意味だね。一般の方と平等なわけだね。平等な条件で作って。時間のない中で。なので、いろいろ間に合ってないよ。間に合ってないけど、これでも自作ってすごいよね。自作なんです。大変だわ。それは衣装の制作部でオファーされますよ。こんな作れた。アズセナは割とね、大変なんだよね。柄がね。いや、柄がめちゃくちゃ。特に上半身のジャケットの後ろとか、そうあとズボンのこの柄とかすごい細かいんでめちゃくちゃ大変だと思います。大変です。まだ左右対称がちなだけいいよね。そうですね。これ非対称だったら分かったことよ。それにキャラの詳細資料を見ながらコスプレの衣装を、批評するという回です、うん、面白い回ですね。あんまり見たことのない回ですね。
ちょっとそれをやってみますね、はい、ちょっと資料を見ながらやりましょう、はい、資料を見ましょう。せっかくなんで、もう中津さんからその、ね、あまりこうオープンにされないキャラの詳細資料。そうですね、あんまり、まあ、出したことないというか、多分アズセナの資料初めて出すんだ、しかもこれイラスト段階の時のじゃないかな、はい、それを見ながら、実際にアズセナがいますから、どこがどう難しくてどう間に合わなかったっていうのをちょっとそこで喋ってもらえます。多分頭の飾りから多分いきなり難しかったんじゃないかなと思うんですよね。難しかったですよ、うん、でもその髪型も含めて結構しっかり再現されてますね。ですね、髪型はこれ結構大変はずなんで、めちゃくちゃ大変ですよね。難しかったです。それちょっとウィッグつけてる？ウィッグつけてます。あ、つけてるよね。これウィッグです。はい、ウィッグ作るのも大変ですよ。だからいきなり上から作ろうとしてもつまずく感じ。これなんてディテール細かいんだっていう。でもこの細かいそのアクセサリーとかって、はい、その結構ペールっぽいやつを探して、探して、そうですね、つけて。あ、そうなんだ。あ、すごい大変だね、あるんだ。でもね、このグラデーションが難しいんですよね。色がないから、色がないんで、これ意外と緑っぽいんです、ね、色がなくて。ペンダントはかなりもう再現度高く作られてますね、うん、月が持ち。いや、これ、これ、いや、これが本当にもう自分作れって言われたら絶望するぐらいの情報量ですからね。こうカットしてる、貼ってるんだろうけど、本当はこれプリントしないともう無理だよね。そうですね、なんかテクスチャーと一緒ですよね。プリントしないと無理なんだよな。しかもよく見たらちょっと左右対称じゃないっていうね。これ左右対称なんだっけ、一応結構後ろは、うん、鳥のモチーフが入ってるんで、うん、対称なんですけど、めちゃくちゃ細かいんです。これだからこれめっちゃ苦労しますよね。これね、高解像度時代だからできたキャラなんです、これ逆に。そうですよね。そう、ちょっと一昔前までだったらできない、やったところで大して最高見えないですからね。テクスチャーの解像度がやっぱ低いのと、もう 720p とか 1080p じゃちょっと足んないからね。ですね、だからテッケイドは結構その情報量と密度感にこだわって作ろうと原田さんと話して作ったんで、コスプレする人はすっごい大変だと思うんですよ。そうなんです、再現しようとすると大変す。情報密度っていうキーワードでかなりこだわってやった結果、うん、コスプレイヤーが苦しむ。いや、本当そうだと思います。苦しみます、これ。これどこが大変ですか、その上半身作る、この細かいディティールです。あ、やっぱりどっから作ろうと思うの、これ作ろうとしたら。確かに、どっから作る、どっから手つけていいか分かんないんですよ。だよね。だからとりあえずその地を作ろうと思って、このパーカーにフリン、うん、こういうフリンジがついてるなって思って止めながら、何本あるかな、あ、何本あるかな、数えるんだ、本数まで見たんだ、うん、何本なの、ちなみに10本つけてる。あ、10本なんだ。確かに、ツイッターじゃなくて X、はい、X にこの資料公開してもいいとは思うけど、うん、それでも公開されたところでみたいな、 ねキャラだね、これは。無理だってなる。無理だ、これは。これは大変だってなりますね。でも旬のうちにやりたいっていう人がいるから、うん、逆に言うと発売以降じゃなくて前に公開してあげなきゃいけないから、いい、ね、俺の X アカウントから出すか。しますからね、ちょいちょい。喜びますよ、まあ、コスプレ資料はね。コスプレ資料はな、いくつか昔も出したことあるから。出しましたね、鉄拳セブンの時とかね。このペルーモチーフとかインカ文明モチーフのこの柄とか止めてもわかんないですもんね。いや、わかんないね、これは。これね、あちこちにこう太陽のね、そうなんですよね、モチーフにした柄とかがある。そう、月とか太陽とか。で、今一番作り途中で大変だったってどこですか？大変だったのは柄。やっぱその柄入れ、柄の柄よね。それどうやって貼るっていうか、これはアイロンプリントシートがあるんですけど、でカッティングで、そうそうです、カッティングで手作業で。あ、分かる。俺結構カッティングシートで絵描くとか昔よくやってたから。昔よくやってたのよ、だからすごい苦労分かる。その資料を見て、あ、全然間に合ってないのここなんですみたいな。あ、もうさっきの、うん、ラケットの
刺繍いや、ここが一番大変。これは無理だね。これは本当に無理だ。細かいところまで全然見えないから、色目だけ合わせてって感じで。いや、 4K だとしてもこんなに止まって綺麗に見える瞬間がないから。そう、これ似たようなもう探してきて貼り付けるしかないよね。本当っすね。もしくは全部本当プリントするか、はい、くらいじゃないと。本来は本物はこういう刺繍だからね、うん、そうですよね。だからこれは大変だ。これ下手したらこう南米のコスプレイヤーとかですごいやつが現れる可能性あるかもしれない。ああ現地の素材がすごい。現地の素材でかつうちのおばあちゃんがやってくれたみたいな、なんかすごいやつ出そうですね。登場しそうだな。なんかな、すごいですよね、その細かさは。すごい質感とかも全部。そう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 、マテリアルの設定をしなきゃいけないから、大体こういう素材感でとか、質感出せるようになっちゃったね、うん、昔は何やってもテカテカか、うん、何やってもマットな感じになってたんですよ。今はもう全部使い分けできるんで、うん、あとなんか2週間ぐらい持ったら欲しいんですよね、はい、欲しいですぐらい時間かかるんですって。いやけど、まあ、あると思いますよ。忙しいからね。忙しいから2週間でも、それで何回何回でもここまで作ってもらえたら、いや本当すごいですよ、大したもんですよ。もうちょっと時間があればもうちょっと細かく。あ、じゃあちなみにいつもすごい低コストな、はいはいはい、コスプレーション、はい、ね、やってるでしょ、はい、こう 今この時点でおいくら、あ、そのいわゆる材料費ですね。材料費、その人件費はもう入れちゃったら大変なことになるんで、材料費いつも安いじゃないですか。安いです、今どういくらぐらいですか。でもその布だけなので今のところ、うん、それでも多分1万円はいってないと思う、まだいってない。いってないと思う。もっといってると思うんですよ。安い。いや、それはすごい。ってないすごいですね。ですね、はい、でこれはまあ毎回言ってるんだけど、そう聞くとなんか依頼する人とか現れて、あ、その値段でできると思うんだけど、いや、違いますからね、皆さん毎回言ってるように、あのそこ作る人の手間暇を考えると、あと技術量、そうそう、普通に10万15万みたいな世界になるんで、はいはい、ね、下手したら人によってワンオフで20万30万みたいなことも全然あるので、はい、そんな気軽に頼まないでくださいね。よくそこまで抑えてきたんです、うん、なんかあれですよ、最近その売れっ子になっちゃって言いますから、長崎でね、うん、あのエリザを前やってたじゃないですか、うん、シオンさんがやってるエリザを私コスプレしたいんですっていう発注を受けるんですって、うん、もう一回やって。シオンさんがやってるエリザ、はい、ありますよね、角を取れば、ね、うん、全体衣装ありますよね、うん、あれを見て、うん、私のシオンさんがやってるエリザになりたいと思って、うん、その衣装をオーダーしてくるんですって。なるほど、はい、あ、私のサイズに合わせたやつを作ってってことですか。そうそうです、カスタムフィットしてくれってこと。まだなんか新しいビジネスじゃないですか。確かに。でもっと言うと、多分それをそういう依頼の仕方してくる人って元のエリザ触ったことないとかいるけど。いや多分そうだと思います。そのコスプレを自分で演じたいって思って。いや分かる分かる、作ってほしいってなって、コスチュームだけ好きな人とか本当そういう感じだもんね。そういうのは今忙しいから丁重にお断りしてるんでしょ。あ、それを受けました。受けたの。受けたんですか。すごい。それはなんかすごい長文で書いてあって、すごい情熱だったの。あ、もうなんか半分じゃなかった。作って送った頃には、いや、もう飽きましたね。いや最悪ですね、そうだったら。もうお渡ししたんですか。いや、まだお渡しして、今まだやってる。今やってるんですか。お待たせしてるんですけど、はい、すごい。そうなんです。ね、2ヶ月待ちかなかったんですよ。そうですね、ちょっとお待たせしてて。そんなでも長文できたんですね。長文できます。こう別にそう細かい内容はそう言えないでしょうけど、こう、うん、総じて言うとどういうことが書いてあるの。まあ、そのいつも見てますと、うん、あ、じゃあ塩さんのファンなんですね、もうね。で、私 そのやってるエリザが特に大好きで。あ、そうなんだ。っていう感じ。コスプレイヤーとしての塩さんのファンなんですよ。で、それの見た目に私もなりたいと思います。なるほど。今日ちょっとお聞きしたいことがありまして、はい、うん、せっかくアズセナのコスプレさせていただいているので、アズセナの、誕生日と か血液型とか、うん、身長、体重、こうもろもろ教えていただけないかなと思っております。
血液型聞くあたり日本人っぽい、日本人っぽいです、日本人っぽいね。血液型設定してたっけ？設定は一応あるんですけど、血液型公開してないんですよね。一応公開してる情報で言うと、うん、まず身長は171センチ。はい、あの割とゲームキャラにしたら低い方、そう、結構若干小柄な、うん、まあ、女性にしたら高めですけど、で体重は61キロなんです、うんうん、で大丈夫、こういうのセクハラにならない？大丈夫ですよ、架空のキャラだから大丈夫だよ。キャラクターですか？女性の体重勝手に公表してるみたいな。いや本当ですよね、僕が空気になってるセクハラみたいな、なんかね、ひどいよねこれね。あいつゲームのキャラを使う。まあでもほら、ファイターは体重でレギュレーションやってるから。そうですね、格闘家は公表しないと、はい、これね、うん、一応利き腕、これはもう公開してないですけど、右利きです。誕生日設定してるんですけど、まだ言ったことないですね。おっと、一応6月30日が誕生日です。6月30日、これ初公開です。血液が止まります。何年とかない。年齢はちょっと不思議です。そこはない。何年とか年齢、それ一番失礼です。女性年齢聞くのは。それはない。ここカットです。カットしないでください、絶対使ってください。ここの下り何回もやりますよ。そうそう、一応誕生日は6月30日に、これ初公開で、ちょ、血液型も設定あるんですよ。まあね、これいいかな。え、当てたい。何？あね、これはね、確かね、決めるときに、確か調べました、ね。俺はいろんな国の血液、はい、俺血液型にうるさいんですよ。なんでかっていうと、うん、臨床心理やってたでしょ。血液型って性格診断できないんですよ。うん、できないの。日本人は血液型で性格占いとか診断ができると思ってるでしょ、分類できると思ってるでしょ。できないんです。それは証明された試しがないんです、今まで。なんだで B 型のせいでいろいろ言われるから。俺は臨床心理そういうのをちゃんと勉強した上に、その世界中の血液型とかいろいろ調べて、あ、なるほどねってやってたから、ペルーは多分こうだっていうのをその時確かにね、調べて決めたんですよ。そう、うん、調べた上で僕ら作って、結構真面目にやってるとこもあるんですよ。そう、統計に基づいてる。ふざけてる。ふざけてない。ちゃんとやってるのをやってるんです。じゃあ血液雑談で決めてる。雑談で決めてることもあります。雑談で決まったキャラが多かったから今大変な目に遭ってる。そうです。だけど血液型調べてくれてみんなで決めたの大型です。僕そう思ったの。思いました。うん、なんかその原田さんがなんか良さそうだな。楽観的な人多いじゃん。あ、出た。これ長くなりますよ。関係ないから。関係ないってさっき言ったのに。関係ないです。関係ない。イメージで言ってるでしょ。大型の人類の血液型データは最も古い部類なんだよね。B とか AB とかむしろ新しいんだよ。僕 AB 型なんです。あ、分かるわ。違う、だからないだからそれで性格診断はできないんです。それはもうあのみんなが小学校の時に読んだ性格占いとか性格診断 の, あの何の科学的根拠もないアホな知識が頭の中にこびりついてるだけですよ。だからそういう人がいっぱい日本人いるから、なんか AB 型っていうとうわ変わってるとか、なんかちょっと変な扱いをされるんですよ。ね、わざと本当に。でも一応欲しい情報今結構出ましたよ、初公開の。あれ、千代さんちゃん血液型は何型ですか？私は AB 型です。あ、同じです。 AB ですね。九州出身で AB 型、共通点がある AB っぽい。いや、そんなことはない。そういうのはない。細かくていいんですか？はい、足のサイズとか。足のサイズはそれはね、ないんですよ。そうなんですか。あった方がいいのかな、やっぱり。確かに、そこまで細かく知らなかったですね、サイズの。これは、やってないですね、そこまでは。ああ、そうなんですね。それなんで知りたいんですか？なんか、なんとなくですけど。どれぐらいであってほしいとかあります？もう、171センチ。71か。どれぐらいだろう、25、6で、ね、いやでも、うん、これが難しいところで、あの格闘ゲームの世界に行くと、うん、普通の、あ、例えばじゃあなんか アドベンチャーゲームとか RPG とかだったら、うん、そのリアルなサイズの再現で割といけるんだけども、うん、アクションゲームの場合はそのこの手足の
先のいわゆる大きさですね。これがね、大きければ大きいほど動き早いんですよ、実は。だから昔はね、パーにした時、あのグーにした時に手を大きくしてた。でパーにそのままするとでかくなりすぎるんでスケールかけながら小さくしてたんです。でこうするときに大きくなる。そんなことまでやってる。だから人間のリアルなサイズで手足をやると、あの意外とね、こう動きがアニメーションが映えない。映えない。あと当たった時のこう気持ちよさ、気持ちよさとかにも影響しちゃうので、実はこれ鉄拳は特にそうなんだけど、特に 3D 格闘の場合は割と大きめに作るんですよ。だから、これとてもじゃなくて25センチ見えないみたいな足になっちゃうはずなんですよね、そういう意味で言うとね。昔からでかいでかい言われてたけど、理由がちゃんとあるんですよ。理由ある。あれね、リアルな大きさにするとろくなことになる。あと何かあります？聞きたい。あと何かありますかね。なんだろう、家族構成とか。あ、いいね。あ、家族構成どこまですよ。なんかお兄ちゃんいそうなんだよ。いや、あのね、ストーリーに結構深く関わる場合はかなり決めてたりするんだけども、はい、外せない、言うほどそこまで決めてなかった気がするな。そうですね、そのコーヒー農園を経営する両親の間に生まれるっていうところは決めてて、うん、でお父さんの農場、まあコーヒー農場が基本的に厳しい、あの経営状況だったんですよ、うん、そこを自分がプロデュースして、もう、うん、いろんな世界に打って出るっていうところを買ってコーヒーを広めていくっていうところがアズセナのバックボーンとして、うん、なるほど。だからプロデューサーでもあるんですよ。モデルもしかもやってますし、そうそう、アズセナは結構だから彩色兼備で天真爛漫で、そうそう、マルチタレントですね、うん、かなり自分のプロデュース能力も高いっていう、そんなキャラなんですよ。最初はすごいストイックな真面目な感じに作ってたんだけど、うん、ちょっと特徴が出ないねって。そうですね、う、戦う理由ももっとおかしな理由にしよう、うん、でペルーといえばなんだ、コーヒーだろうと、うん、話なんだよね。そうですね、うん、なんかマルヒネタとかない。マルヒネタ、生まれた場所がね、そう、首都のリマから結構細かくやってるんですよ。北に 650km ほど行った、うん、高度 2750m ほどのアンデス山脈の都市カハマルカ県の生まれ。すげえ。すごいでしょ。そう、だから肺活量がすごいわけ、あんな、まあ、マチュピチュのような場所でコーヒー栽培してるからめちゃくちゃ酸素薄いんですよ。うんうんうん、結構いろいろ調べてるんだよね、これね。ペルーのコーヒー農園の経営規模っていうのは1ヘクタール未満が 45% で、はい、1、3ヘクタールが 40% で小規模経営が多いんですね、うん、あんま大量に生産してない、うん、いっぱいブランドがあるんでしょうね、逆に言うとね、はい、で、アズセナのところは3ヘクタールほどだよね、はい、うん、公開してないですけど、ちゃんと考えてるんですよ。あね、そう、雑談だけで決めてない。決めてない。化学肥料および農薬を使用しないオーガニックコーヒーの品質には自信があって、自信があります。一部で高い評価を得ていたけども、販売ルートが乏しくて品質にそぐわぬこう安価で買い叩かれてたみたいな、うん、そうそう。だからこれなんか誰かが急にそれを言い始めたのを覚えてるんだけど、なんかそうです、ね、あ、買い叩かれてたのを何とかしたいと思ったっていう動機はどうでしょうって言われて、うん、なんかいいね俺もなんでこれにいいねって言ったのか全然記憶がないんだけど、なんか言ってたんだ、急に思い出した。これ、うん、お店はできないですけど、まあ、今語ったのは結構もうかなりマルヒネタですよ、これ、うん、今回テッケン8のキャラクターエピソードっていうキャラごとのギフストーリーでいろんなキャラと対戦するモードがあるんですけど、うん、まずアズセナは、あなたは何飲むのって聞いて、うん、まあ、例えばヨシミツだったら、私は緑茶派だみたいな、そういう掛け合いがあるんですよ。 あるんだよね、うん、それって結構面白いんで、発売したらやってみてください。やろうやろう。で、まあもちろん紅茶派のリリーとはちょっとバチバチ、バチバチ、うんうん、っていうね。うちは大卒です。大卒。そうなんだ。そうです。やっぱコーヒーの経営を引き継ぐために、経営のやっぱり経営学とか、そうそうそう、大学名あるんですか。いや、大学名までは分かんないけど、ただあの通うのは大変だったっぽいけどね。そうですね、距離的には、ね、あ、なるほどね。お父さんお母さんもその時経営苦しい中で
学費を出してくれてるんで、そこでもしかしてトレーニングしながら通ってた、行ってたかもしれないね、うん、たまにあの、もう仕事疲れたってなったら川崎の忍者かっ飛ばしたりしないんですか？え？川崎、川崎の忍者で長崎の坂をかっ飛ばしたりしないんですか？長崎じゃないしね、長崎じゃないからね、これね、ベル、私、シオンさんかっ飛ばすんですね忍者かっ飛ばしてます、すごい君の色のああもうやだってなってかっ飛ばしてですね、うん、あでもなんかね、やっぱこのキャラのコンセプトはちゃんと書かれてますね、これね、なんかひらめきの天才で一般人には理解できないから、こう場合によってはふざけたようにもっと見えたり取れるような行動言動をするんだけど、まあ、一見むちゃくちゃなことやりだすけど、うん、なぜか結果的にうまくいっちゃう人みたいな、そういう人っているじゃないですか、たまにいますね、うん、まあ、天武の才がある、うん、まあ、そういうタイプですね、だから、まあ、日本だとこう一言で天然みたいな言われ方、うんうん、天然だけど、まあ、天然ってイコールナチュラル、英語で言うと、まあ、ナチュラルイコール、まあ、天才みたいな意味なんで、それに近いタイプの人ですね、うんうん、でもアズセナもそうですけど、あのテクニートの 1.26 からはそれこそそのコスプレとして楽しんでくれる人もいれば、はい、鉄拳8自体を楽しんでくれる人もいたい、いろんなジャンルが今ゲームの世界で遊び方いっぱいありますからね、いや本当ですよ、うん、東野さんみたいにもうとにかくひたすら寝ずに働き仕事の合間にアズセナを作るという、作りストレスが溜まったらあそうそう忍者で買ってます忍者で買ってます忍者乗ってますか、まだ忍者乗ってます、これで乗ってほしい、いやこれで乗ったらやばいですねあの止められますよね、もう志望さん8出たらキャラ何にするんですか、悩みどころですよね、なんか 何と何で何種で悩んでるんですか、いつもずっとリリーを使ってて、もちろんリリちゃんいるからリリちゃんでもいいなって思ってるんですけど、うん、レイナが気になるんですよね、あレイナみんな気になるよね、すごい、どこの国に行っても結構レイナ人気ですもんね、いやだからちょっとあれいろいろ順番間違ったかなと思うんだけどアズセナがそれまですごい持ち上げられてたのに、うん、レイナが出た瞬間くら替えする人が一気に出てきちゃって、確かにレイナはいいな、地味なはずなんだけどな、そんなだってあれはあえてその日本の渋谷に歩いててもギリギリいるだろうぐらいに抑えてるんですよ、抑えてるから彼で、やっぱ俺一個だけやっぱり読み違ったのは、話題になんないと思ったんです、えぇ、ー、本当に本当に、なんかこれ多分、うん、これやっぱ徐々にこう おっさんが鈍ってきたんでしょうね、いろんな先生に、あついに俺連れ始めたと思ってちょっとショック受けてるんですけど、これいるじゃんって言って、そこら辺にと、そこら辺とは言わないけど東京はいるよと、あちょっとなって言っていろいろやっていろいろやってもうやったんだけど、なんかでもやっぱこれがいいよねってなって、まあ別に妥協したわけじゃなくて、じゃあ試行錯誤した結果ですね、ただそのこっちは別にそのあのキャラは買った人が好きになるなればいいっていうコンセプトだったので、もともと本当そう、そう、あの正直最初に公表した時にシーンってなっても全然いいですと、うん、あの別に超鉄拳が好きな人以外は別にあのレイナのことはそんなに分かってもらわなくていいですぐらいのつもりでもいたので、もういいよと、だからそういう意味で言うとアズセナとか派手でやっぱりすごい話題になってた、うん、特に海外ではみんなアズセナ、うん、アズセナって言ってくれてたから、うん、まあ、あと花があるのが一人いるんで、うん、まあ、派手だしね、これ、うん、だからまあレイナはこんな感じでこんな感じでって、なんか知らないけどブワーって、そうですね、急にもうツイッターでなんか、いやなんかあんまり僕鉄拳買うつもりなかったけどなんか買う理由が できたので買いますみたいな人が現れて、あれなんだこれと思って思いましたね、じゃああの人は意外だったんですね、もうなんていうか田原さんの想定してた以上の広がり方、広がり方してるし、でもこれぶっちゃけ俺だけじゃなくて他のスタッフもちょっとって言ってる、ね、ある程度人気は自分は出るかな、うん、本当になんか前にちょっと想定以上でしょ、レイナとかイラストも上がってくると、うん、こんなに
言われると思ってたんですけど、魅力的だなと思ってたんですけど、うん、好きなことで人生が変わってるわけなんですよ、ね、うん、運が良かったんだ。だからこう珍しいんですよ、プレイヤーであり、メディアで僕も取材に来てたんです。そうなんですか。彼ね、メディア時代があり、今や開発の現場のトップになってるわけでしょ。だから珍しいですよね、そのステップで来る人あんまりないから。ただただ格ゲーが好きで、鉄拳が好きで、こうやったら今面白い。面白い。でも多分私似てます ね、うん、私もコスプレイヤーでコスプレが好きでやってたら衣装も作れるようになっちゃって、その衣装依頼とかテレビのね制作の今やそうだもんね。だからっていうのでいろんなのにつながって、好きなもの見つけるって重要だなやっぱりな、はい、ありますね。一興とかもそうですよ、なんか最近ってゲーム関係とかコスプレとかそういうカルチャーってちょっと行け始めたらみんな東京に来ちゃうじゃない、うん、でそうじゃなくてやっぱ地元に残ってるっていうのは割と価値が高いんですよ、それだけ。で地元のだってまさにテレビ局なんてそういう人を発掘したいわけじゃないですか。確かに。だからまあ地元の人だっていうこともやっぱかなり大きい一つの要因なんだ。長崎タレント化してるんですね、うん、すごい。だからだってなんかちょっと声かけられること増えたらしいよやっぱり。ねえ、だって普通に歩いててもなんか言われることあるんでしょ。いや、そんなに多くはないですけど、うんうん、いやでも普通じゃないじゃん、それってねえ、まあ、メイクバッチリしてる時は、ね、メイクバッチリしてる時とか、うん、まあ分かりやすい鉄拳の T シャツとか着てたら、うん、あ、もしかしてみたいな。そうです、夕方の放送で見た人ってハラさんに言ったんですけど、シオンさんの私服は鉄拳 T シャツ、鉄拳 T シャツ、マジで私服らしいんだ。本当です。本当に私服で着てるらしいんで。ありがとうございます。最近はね、こう可愛い、まあこういう可愛い感じのところね。全然着れちゃう。ちなみに僕の妻がデザインしてます。あ、そっかそっか。これ中津のプロジェクトに行って、今まあ中津の職場結婚だ。へえ。だから彼は本当に鉄拳で人生が。そうっす。本当だよね。変わっちゃったんです。ありがとうございます。だから頭が上がんない、なんでムカつくんですか。ちょっと祝ってください。分かんないけどね、なんかもっとむちゃくちゃなゲームにしといてやればよかったと思っちゃうよね。その鉄拳のことですけど、はい、多分全世界いろいろあると思う。どこが一番人気とかあるんですか。どういう意味、その鉄拳が人気の国。鉄拳が人気の国。あ、これでも原さんも多分いろんな国行かれてるから。その行ってみての感触というか。僕じゃ先に言うと、はい、今までいろいろこう出張も含めて行って。熱量半端ないなと思ったのはフィリピン。それは一個あるね。本当にあれは配信見てる。フィリピンはちょっと昔からちょっと俺なんであんな鉄拳立国になっちゃったのかな。そうですよ。だって原田さんがジョリビーってそのツイッター旧ツイッターでツイートしただけでニュースに、夕方のニュースに取り上げられて、鉄拳のミスター原田がジョリビーってなんかポストしてるって。昔から異常なんですごいなと思ってたんだけど、本当にそうなんだよね。あの上司リサールが発表された時もすごい騒ぎになって、それでなんかミスユニバースのその時のチャンピオンだった女性のモデルさん、有名な人がすごいなんか女子リサール見ても私は鉄拳また遊ばなきゃみたいなことを言い出したら、そのすごいリツイートされるわけじゃないですか、うん、で、すごいフィリピンでも騒ぎになったところで、なんか変なデマが出て、なんかフィリピンのその芸術賞みたいな、その芸術局じゃないけどフィリピンの文化を扱ってる、うちもあの文科省とかうちあるじゃないですか、文部省とかいろいろね、そういうところの省庁のツイッターアカウントがあるんですけど、そこに対してすごいなんか避難が行って、何の避難が行ったとか、そこの政府機関が、女子は非常にフィリピン人らしくない、モデルの造形をしてるみたいなことを言ったみたいなデマが流れてるんですよ。であまりにもフィリピン人のファンは、鉄拳ファンが怒っちゃって、せっかくフィリピンキャラが出たのに変なキャッチつけんじゃねえってものすごく攻撃されたんですよ、その政府のアカウントが。そう、フィリピン政府な感じですよ。が、我々は
この鉄拳の女子リサールに対して一切そういうことを言っておりませんっていう表明を政府のアカウントがするっていう事態に異常事態異常事態でしょ。ダウンロードコンテンツはまだあるんですよね。ダウンロードコンテンツはやりたいですね、うん、だからやりきれてないことがいっぱいある、ね、エリザいつかな。エリザねーローンチ時点であったら眠ってるんでしょうね。エリザこそまさにさっきここの番組プロデューサーが言ったみたいに、こうなんだろう、ちゃんと考えずに俺がうっかり、ね、産業ですからね、俺は産業しかないですから、うん、エリザの資料ってメモパッドに書いた産業エリザのことスタッフからも聞かれてると俺も分かんないよそんなの。いや俺産業で思いついたキャラだから分かんないよそんなの、考えてよって。で最終的になんか知らないけど発売した後にさ、原さんエリザですけど原さん一生懸命ヴァンパイアって言ってましたけど、はい、あれサキバスですよって言われて、いや知るかよみたいな逆ギレみたいな。いや俺はヴァンパイアって言ってたし、ヴァンパイアってメモ書いてたし、俺が考えた時はヴァンパイアだって。でいろいろ聞かれるの分かんない、お前デザインしろっつって OK は俺は出したけど、それなんでその時言わんのじゃんって。そうです、ね、あ確かに、あの角の形あれはヴァンパイアじゃなくてサキバスですって言われて、知らんがな、そんなもんねそんなの俺も知らんわと、ね、みたいな感じでできたキャラなんで、どうしようかね。そうですね、まだかな、まだかなってずっと思ってた。エリザ出たらエリザで遊びます。エリザで遊びたいんですけど難しいじゃないですか。いやほらそうなるでしょコンボが難しいじゃないですか。そうなんですよね、あいつをもうちょっと簡単にして出すっていうのはあるかもしれないな、うん、ね、せっかくですからね、原さんもね、中津さんも、はい、今日は瀬名さんがね、来てくれましたし、ベル一色だし、今日いや、ほんとめっちゃ可愛いし、うん、これでしょ。ベルの鉄拳ファンも熱いですからね。そうそう、うん、なんか、あれですね、来年2024年、もしかしてこれもオンエアしてるの2024年もオンエアしてると思いますけど、ベ、うん、ルにお呼ばれして、いや、行ってみたいですね、ベル。名古屋一回行ってますからね。シモさんは仕上げたアズセナの仕上げてからですね、カツオ披露目をペルーでやると、うん、マチュピチュで高山病にかかったはい、当たる行ってみたいですね。ペルー行ってみたいですね。ペルーで収録しますか。収録したい。ペルーはね、いいよ、ペルーは良かった。あれ、俺都市部で結構いろいろインスピレーション受けたから、逆に言うと、うん、あの遺跡の方とか行くともっとすごいな。いや、すごいんだ、うん、いや、本当は行きたいんだよね。行きたいですね。ナスカの地上絵の下のミサイルポンポンポンってやったらフラグ出しましょう。いやだからさ、ナスカの地上絵のところは見に行っても分かんないからあれ上から見ないと分かんないんだから、だって人類がまあ飛行機発見するまで誰も見つけてなかったんだよ。あのフラグ出本当にできるのか。できるわけないでしょ。できない。呼んでもらいましょうね、これね、ペルね、ぜひね。いやペルは行きたいな、ペルは。アズセナが繋いでくれた縁ですから。いや本当です。そうだね、鉄拳プレイヤーでもこうアズセナって言ってるけど、なぜかペルーは屈指の三島家使いが、三島大国って呼ばれてるところ。とんでもない、まだとんでもない三島使いがいっぱいいるんです。まだ世に放たれてない猛者がいっぱいいるんです。やばい、だからペルーは本当やばい。出てきてほしいですよね。だから、ね、だからアズセナ使い待ってます、ね、ペルーから。じゃあはらだのばぁー、インペルー。いやー、やりたい、実現したいですね、これは。あの飛行機代は別にバンナムが出すから。あ、やった、うん、いや、そうじゃなくて、でも大使館の人と組んでなんかやりたいね。やりたいですよね、うん、この鉄拳のパックのコーヒー作りたいです、うん、アズセナブレンド、うん、本当にアズセナブレンド作りたいです。作りたいですね。だから、実写にしましょうよ、パッケージの写真。はい、実写実写これをきっかけにぜひいろんなことをペルーとやりましょう。ペルー応援していきますよ。そうですね、地球ってさ丸いからさ、それだったらその飛んでいかずに浮いてれば24時間で。そうですね。なんで世の中に24時間以上かかる場所があるんじゃいって思うでしょ。
思いますね。思うんだよ、あれ不思議なこと。南米に行くとそういう気分になるのか。上空で待ってた方が早かったんじゃないかなって思う。よし、今だ。向こうが来るでしょ。そういうわけにいかないのは分かってるんだけど、いやそれはバカだから。今俺それ僕もその感覚ですよ。全力で乗っかってくるあたりが本当素敵ですよ、ね、あ、オスプレイみたいな。いやいや待ってたら、ね、そういうことじゃないそういうことじゃない。もう大気の流れとかもあるから結局すごい飛ばなきゃいけないんだよ。それ冗談で言ってるかもしれないけど、ガキの頃から本当に思ってたんだ。いやでも本当ね、そういうレベルで時間がかかるんで。本日のゲストは、アズセナのコスプレで来てくれました、コスプレイヤーのシオンさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。完成を楽しみにしております。ありがとうございます。